今日はどういった施設に来られたんですか？今日はエリザベス・サンダースホームさんに来ました。はい。こちらの施設は、2歳から18歳の子たちが入ってて、大体60人ぐらいの、子供たちが中に入っているとおっしゃってました。こういったボランティアネイルを始められたきっかけはどういったものだったんですか？最初私がボランティアを始めたきっかけは、老人ホームから始めたんですけど、去年、祖母を亡くして、で、自分自身そんなに祖母に対して何かしてあげれたっていうのが特になかったので、でも、最後寝たきりになっちゃって、病院で、闘病してたんですけど、マニキュア塗ってあげるとすごい喜んでくれて、で、やっぱり若返り効果とか、その認知症の予防とかにもなるっていうのを調べて、すごいいいなと思ったので、まあ、自分のおばあちゃんにいっぱいやってあげられなかった分、いろんな人にやってあげたいなと思ったのがきっかけで始めました。来ましたね。はい、来ました。こちらです。すごい広いですよね。ね、広いですね。大きいです。大きい。今までの中で印象深かったエピソードはありますか？うん、なんか老人ホームになってしまうんですけど、やっぱり老人ホームの方っていろんな方がいて、そ最初に塗った時みんなわーかわいいって喜んでくれるんですけど、まあ、中にはそれを覚えてない方もいて、次行った時、1ヶ月前に聞いてるんですけど、1ヶ月後行った時にまた、こんにちはって言って、はじめましてみたいな時から始まって、毎回そのネイルに初めてやったのよっていう感動をしてくれるっていうのが、忘れちゃってまうけど、毎回感動してくれるのがすごい素敵だなって思ってました。今日はどんなアートされるんですか？今日はこちらのアートをするんですけど、基本的にやっぱりマグネットとかこのキラキラを多めにしてみました。で、色のレパートリーも多くて、なんかみんなが何好きか分からなかったんでキラキラでいろんな色を持ってきました。でもリボンとか可愛いですね。そうなんですよ、高校生とかはみんなリボン好きかなみたいな、ね、あとやっぱマグネットすごい感動してくださるかなと思って。そうですよね、持ってきました。サロン級のアートですね。頑張ります。これこのマグネット、ね、これとこれ、オッケー。本当よかったです。なんか結構気持ちいいっていう人もいたりとか、なんかちょっとマッサージ感覚みたいなのありません？なんかでもワンちゃんだったら青もあり、ピンクはないはず。かわいい。やばい。ねえ、やばい。
ろんな角度から見ると色がちょっと違うし、なんか動いてる感じがすごくない？やば。このマグネットがネイルで今一番流行ってるマグ。水マグってやつ。かわいいわ。かわいい。やばい撮影。みんなで撮影会やる。ねえ、よかったね。今一人に終わられたみたいですけど、どうでした？いや、なんかサンプルを持ってたんですけど、自分で組み合わせて、これをなんかこれはこの指、これはこの指って言ってくれて、すごい喜んでくれたんでよかった。あとやっぱマグネット人気でした。あ、やっぱり、はい。全員マグネットのやつ選んで感動してくれたんで、やっぱみんなキラキラ好きなんですね。いいですよね、キラキラ。次も楽しみです。頑張ってください。もらったの？すごい。かわいいじゃん、それ。なんかさ、宇宙みたい。すげえ。かわいい。どうでしたか？初めてネイルすることが多くて、すごいなんか、いつもこう、お客様だと、ネイルにこう、常に来ていただいてる方が多いんですけど、今日初めての高校生とかで、すっごい喜んでる姿を見れて、なんかすごい新鮮な気持ちになって、また来たいなと思いました。ちょっと大きいのにしてみていい？感想どうですか？めっちゃ可愛いです。マジやばい、マジやばい。こういった取り組みをどういった思いで続けてらっしゃるんですか？いや、私の社名というか、その会社の方針、自分の会社でるんですけど、方針的にも、ネイルを通して世界中を笑顔にしたいっていう企業理念があって、やっぱりネイルって自分で楽しむのはもちろんですけど、一番相手を笑顔にしてあげられるとか、誰かに喜んでもらえるっていう職業だと思うので、こうみんなで力を合わせると、やっぱり今までネイルができなかったおじいちゃんおばあちゃんたちとか、今回してる子供たち、に手が届かないものじゃなくて、みんなが当たり前に楽しめるものになればいいなと思って続けています。また。今後への思いをお聞かせください。今後はちょっと野望みたいな感じになっちゃうんですけど、なんかやっぱりこう自分でボランティアを始めたら、そんなにみんながなんていう協力してくれるネイリストさんがいるんだなって感じて、その SNS に通しても一緒にやりたいですっていう方がすごく多いので、でもやっぱり自分一人でその管理をするのが難しいので、一番はなんかマッチングアプリを作りたい。ですよ。出産が希望してる行きたいネイリストさんがこうガチャンコできるようなアプリがあったらいいなとか思ったり、あとはその今交通費とかもここ多い人で結構遠いんですけど、みんな自己負担で来てくれてるので、そういう方にこうクラウドファンディングじゃないけど集めて交通費だけでも出してあげたいなみたいな、そしたらみんながもっと継続して、いろんな人がやってくれるんじゃないかなって思って、ちょっと初回に野望があるのでぜひお願いします。素晴らしいですね。今日は取材ありがとうございました。ありがとうございました。あとぜひお願いします。